宮崎達は、日本のメートルドテル、レストランサービスマン、ファントジスタ21代表、メートルドセルビスの開館時。父親の愛読書、団中の影響で料理に魅せられ、小学校の家庭科の授業で習った手打ちうどんを、両親に振る舞った、際の喜びから、将来はシェフになると、心に決めた。西洋料理のシェフになりたかったが、調理手学校を卒業後、 最初に働いたレストランでメートルドテルの日本チャンピオン、矢野智之と出会い感銘を受け、シェフの道から方向転換をしてメートルドテルの仕事を学ぶ。大のサッカー好きであり、自身も仕事の合間にフットサルを楽しんでいる。イタリア料理に興味を持った企画家の一つが、プロサッカーリーグ最高峰、イタリアリーグのセリエ A を観戦するためであるという。 イタリア料理のシェフになりたいと思っていたが、近所のイタリア料理店の店主が西洋料理の基礎を学ぶのならフランス料理からすべきという言葉でフランス料理を学ぶことを決めた。専門学校に入学するまでフランス料理はほぼ食べたことはなかった。特技はマッサージ。幼少の頃祖父に肩たたき券をプレゼントをし上達するにつれてマッサージ師になろうとも思ったこともあり。 人に喜んでもらうことで対価が発生する仕事があるのだと気づいた。以後、フリーランスのメートル、ドテルとして、ミシュラン製付きレストランに勤務。また、サービス普及活動や企業研修、講演、セミナーを開催している。ありがとうございます。